au is シリーズイズレイに東芝東芝製のスマートフォンイズレイにマイクロソフト windows CE、i n d o w s モバイルイズレイにダイナポケットイズレイには東芝モバイルコミュニケーション社及び東芝が国内向けに開発した au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の is シリーズの一つで c d m a 1 x ウィン対応フルスライド式スマートフォンである 製造型番は TSI01 でメーカー型番は RP8J01。NTT ドコモ向け同系端末のダイナポケット T-01、B 同様、東芝製世界モデル Windows モバイル端末系01の日本モデルとなる。東芝 MC 社が2010年10月に富士通の子会社である富士通、東芝モバイルコミュニケーションズに移管されたため、au 向けとしては、 唯一の投資 MC 社が開発、製造、発売したスマートフォンとなった。同キャリア向けとしては E30HT 以来およそ1年1ヶ月ぶり、個人向けとしては2012年4月現在、最初にして最後の Windows モバイル 6X に対応したスマートフォンである。同キャリア向けとしては初めて Windows モバイル6.5サンプロフェッショナルが 工場出荷時から搭載される。この他、ユーザーインターフェースとして、ドコモ向け同型端末の t 0 h b 同様、東芝独自の NXUI を搭載する。2011年6月時点で、クテ t キーボード付けのスライド式スマートフォンとしては、世界で最も薄い。 個人ユーザー向けだった E30HT とは異なり、基本的に個人ユーザーも意識した機種である。本体の充電は、同キャリア向けの他のスマートフォンと同様に、au 専用の共通充電アダプタに付属品である、マイクロ USB-18 新変換ケーブルを接続して行う。ソフトウェアは内蔵のアプリのほか、様々なサイトで公開されている。 ダウンロードサイトにアクセスし、インストールすることも可能だが、PC でアプリをダウンロードし、Microsoft Active Sync、または Windows Mobile Device Center を使い、USB 経由で、いずれにインストールすることも可能である。なおスマートフォンとしては、世界初の緊急地震速報に対応している。ただし c メールを経由する。ありがとうございます。